にちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら。緊急動画、またまた公式から衝撃ニュースの発表ということで、いやーね、今日もまた公式サイトから発表されたニュースで、皆さんね、本当に驚かれたニュース、そしてとってもね、喜んでいらっしゃったニュースがありましたので、ちょっとね、私のところにもめちゃくちゃ DM とかがたくさん来ていたので、急いで皆さんとね、気持ちを共有しようと思って緊急動画ということで撮影しています。さあ今日のニュース、皆さんにね、お届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、まず一つ目のとっても嬉しいニュースね、飛び込んできましたのがこちら。祝バーホール初主演決定ですね。こちらは星組さんのニュースなんですけれども、星組アマトカノンくんのバーホール初主演が決定しました。おめでとうございます。いやー、もう本当にね、よかったですね。もうね、大活躍で、新人公演でもね、主演経験も何度もありますし、本公演でも、もう組の出戦力として、とってもとっても活躍してくれているアマトカノンくん。ここに来てようやく、バーホール初主演というニュースが飛び込んできました。もうね、ファンの方も今か今かとね、待ち望んでいたかと思いますけれども、私もとっても嬉しいです。で、こちらがですね、バーホール公演、なんと10月18日からということで、私の誕生日初日を迎える公演で、10月18日から10月29日までね、公演されます。バウゴシックロマンス、マイラストジョーク、虚構に生きる、ということで、これはですね、作家のエドガー・アランポーを主人公にした、まあね、心温まるストーリーになるのかなと思っているんですが、ゴシックロマンスということで、一体どんな作品になるのか、作演出の武田先生ね、期待したいと思います。武田先生は花組のね、聖野明日香ちゃん主演のプリンスオブローゼズでデビューされた先生となっていて、まあ、どんな作品を作られるのか、アマトくんがどんな風に、その、エドガー・アランポーをね、演じるのか、とってもね、楽しみにしたいと思います。もう、これはね、ファンの方、本当にね、待ち望んだバウ主演だと思うので、目いっぱい今日は、喜んでいただければと思います。はい。さあ、そしてもう一つね、これが衝撃のニュースでしたね、飛び込んでまいりましたのが、こちら。星組、博多座公演、Me and My Girl、上演決定ですね。で、こちらがまあ本当にね、ちょっと驚いたニュースになっていて、まあでもめちゃくちゃ嬉しかったニュースでもあるんですよ。というのも、これね、戦火の南舞人さんの主演ということになるんですね。で、マイティがね、やっぱり花組から戦火に移動して、この先どうなるんだろう、一体いつ出演してくれるんだろう、どの組で出演するんだろうって、マイティのファンの皆さんはね、本当に心配だったりとか、こう、不安だったりとかあったと思うんですけれども、ここでね、もう早速、次の作品が発表されて、マイティの姿を見ることができる、マイティの舞台を見ることができるってね、とっても喜んでいた方々多いと思います。で、主演のところに、戦火南舞人、そして、暁知性、前空瞳とね、3人の、名前が書いてありました。で、これどういうことかというと、星組公演、Me and My Girl は、ビルとジョンキョウ、この二役を、南舞人さん、そして暁知性さん、二人の役代わりでお届けするという公演になっています。で、サリーは、前空瞳ちゃん、ね、なこちゃんが一人でね、演じるということなので、まあ、それぞれとのね、組み合わせを楽しめることも嬉しいですし、お二人とのね、化学反応、どういう風になるのかっていうのを見るのも楽しいですし、まあ、マイティとアリちゃんで、同じ役をどういう風に演じるのかっていうのも見るのもね、楽しみだと思うので、いやー、これはね、見応えのある公演になるんじゃないかなと、思っています。で、博多座公演が10月9日から11月2日までということで、まあ、約1ヶ月間ね、公演されます。で、ここに来て、まあ、皆さんね、あれ、じゃあこっちゃんはって思われた方も多いと思いますが、ここのね、お知らせの欄の一番下のところですね、ここに、なお、星組トップスター、レイ・マコトは、この期間を休養期間とさせていただくことといたしますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
という言葉が書かれていました。ということで、まあ、こっちゃんがね休養期間に入られるということで、皆さん本当にめちゃくちゃ心配されて、もう言葉が出ませんとか、もう落ち込んでどうしようもないですとか、今日は立ち直れそうにありませんっていうね、あのメッセージを私のところにもたくさんいただいていました。でメンバーシップのね、あのグループチャットのところで、私はいち早くこのニュースについてメンバーの皆さんとはねお話をさせていただいたんですけれども、いや本当にね心配に思う気持ちももちろんわかりますし、私もね大丈夫かなってちょっと思ったりもしたんですけれども、ただあの SNS とかをね見てみると、やっぱり今回のこのこっちゃんの休養っていうことをすごく前向きに受け止めていらっしゃるファンの方が多いんだなっていうふうに感じました。というのも、こう戦火に例えばね、南舞人さんとか瀬尾ゆりやさんとか、そういうスターさんたちが集まることによって、今まで本当にトップスターさんって激務でお休みもなくって、トップに就任したらどん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 痩せていってしまってっていう、ちょっと心配な部分とかもあったと思うんですよ。トップスターさんのやっぱり重圧とか、そういう責任感とか、で、あともう純粋な労働量、ね、お仕事の量も半端ないですし、公演での活動量も半端ないですし、そういうところから見ても本当に休めているんだろうかっていうところはね、皆さん気がかりだったと思うんですね。で、そういうところがやっぱり戦火のスターさんが特筆して、ある程度そのトップスターさんのあまりにもすごすぎる比重をちょっと和らげることができる、ちょっとでもトップスターさんにその休養すること、心と体を休めることができる選択肢がもしそれによって与えられるのであれば、私はとてもね、まあ、ね、よく言う働き方改革じゃないですけれども、そういう意味も込めて良かったんじゃないのかなって思う部分もあります。うん。ただ、やっぱり私としては、まあもちろんね、このミー&マイガールというのを星組でぜひ再演してほしいって言い続けてきた人間としては、やっぱりね、こっちゃんとなこちゃんで大劇場でミー&マイガールを見たかったっていう気持ちはもちろんありますよ。これはもう正直な話ですね。でも、まあ皆さんそれぞれね、思いがあると思います。うん。マイティのファンの方は本当に嬉しいと思いますし、こっちゃんのファンの方はめちゃくちゃ心配されていると思います。でも、私的には、その、こっちゃんもやっぱりね、下級生時代からものすごく注目されてきて、本当に全速力で、もう全速力以上の全速力で走り続けてきてくださったと思うんですよ。で、私たちが期待する以上の、もう遥か上のものをたくさん見せてくれていたので、ここで少し休む時間を与えてあげてもいいんじゃないかなっていう気持ちが私は正直にあります。うん。なので、こっちゃんがその休むことによって、より長く宝塚でトップスターとして輝いてくれるっていうことであれば、私は今休むことも必要だと思うし、こっちゃんのね、休んでる間、しっかりとマイティが、またそこのね、同期のマイティが、星組をね、率いて、博多座で活躍してくれる。ね、主演として、しっかりと、その組をまとめてくれるっていうところで、こっちゃん的にも私は、マイティだったら安心感があるんじゃないかなとも思いますし、マイティも、こっちゃんがいない間、自分が頑張ってこの星組を、なんとかまとめて成功させようっていう思いがあったりするんじゃないかなって思うと、そこはね、ちょっと胸熱だなって、うん、思う気持ちはあります。なのでね、皆さん今日のニュースを見て本当にね、いろいろな気持ちを持たれていると思いますし、それぞれね、皆さんごひいきが違うので、いろんな感情があって当たり前だと思います。なので、なんか喜んでしまってごめんなさいっていうね、声とかもあったんですけど、いや、全然喜んでしまってごめんなさいでもなくって、本当に、ね、誰かのファンにとっては嬉しいことだし、誰かのファンにとってはちょっと残念なことだったりすることもあるじゃないですか、宝塚のニュースって。でも本当にこれが生徒さんのためになることであってほしいなと私は思っています。で、これによってもっともっと宝塚がいい方向に行くことを願っていますので、まあ、今回ねこのようなニュースが出て皆さんはとっても驚かれていると思いますが、まあ、まずはねこのニュースでマイティが、ね、出演作が決まったってことを嬉しいなとも思いますし、マイティが星組に出てくれることも嬉しいなと思いますし、見たかったミー&マイガールが上映されることも嬉しいなと思いますし、まあ、こっちゃんがね、この期間少しでも心も体もリフレッシュして、またね、すごい元気いっぱいに星組を率いて、
素敵な姿を見せてくれて、長く長く宝塚で活躍してくれる、もう宝塚でも活躍してほしいし、もうで誠さんの人生としても私は健康でとにかく幸せでいてほしいっていうのが第一なので、本当にそのための休養であるならばゆっくりと休んでほしいなと思います。でもまずはね、皆さん1789がありますので、星組さんね、1789にもこっちゃんきっと全速力でもう全てをかけて取り組まれると思いますので、まずはこれをね楽しみにしたいと思います。はい、ということで今日はね、もう本当に驚きのニュースが出ていましたので、皆さんにねそのニュースについて緊急動画ということでお届けしました。また次回の動画はね通常運転に戻りますが、これからも宝塚の公式サイト、宝塚のニュース注目し続けていきたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。